ただほとんどがただ色を変えたりとかちょっとこういじったりっていうぐらい、それで本当にいいのかってやっぱりたまに思う時ある。I am Boris Yu, food lover and oversized fashionista. This episode, we have invited Miharu Yasuhiro, designer of Maison Miharu Yasuhiro, to share with me his understanding of the five tastes: sweet, sour, bitter, spicy, and umami. I will be joining him in his favorite restaurant, Pavilion, in Nakamaguro. I have always been a big fan of Miharu Yasuhiro since his earlier days with his store in Fukuoka. He was one of the earliest designers to combine fashion and sneaker as a collaboration. His unique aesthetic and bold design made Miharu Yasuhiro really stand out amongst other Japanese brands. In recent years, his original series has once again been a trailblazer amongst the young fashionistas. Now, let's hear how Miharu-san interprets his five different stories with the five different tastes. Before we start, I must confess I'm probably your biggest fan in terms of the fashion as well as size, as you can see. So initially you were more of a leather or shoes and leather specialist. No, very unique in your own style. So can you tell me more about your career and background? 大学時代に、まあ、靴のビジネスをスタートしたんだ。もともとこう芸術にしか興味なくて、あんまりファッションは好きだったけどファッションのビジネスをしようとは思ってなかったんだ。実はアーティストにずっとなろうと思ってたと。やっぱり子供の時によく母親に美術館に連れて行かれてたと。でそこでやっぱりアートをこう触ったりこう、ね、絵画を触ったりした時にやっぱりすごく周りの大人たちにこう叱られるんだと、ダメだと。でそれがやっぱり正直アートは好きだったけどアートに対するトラウマがあったと。美術大学に行ってやっぱりずっと考えた時にやっぱり人が使うものを作ろうと、そこにやっぱり芸術性を持たしたいという気持ちが芽生えてきたと。それが靴だったんだと。その象徴が靴で、僕はやっぱり毎日のように靴を履いて外に出るわけだし、日常の中で一番多分必要とするのが靴であって、だからやっぱり靴をなんか作ってみたくなったと。まず最初はもう何の作り方も分からず、革を買ってきて切って自分の足にこう合わせて、木型があることも知らなかったし、合わせてなんか靴下みたいな靴を作ったりとか、いろんな本当になんでこう先っぽが丸くなるのかさえも分からなかった。どんどん作るうちにいろんな知識もついてきて、で例えばもう本当にいろんな工場をこっそり見たりとか忍び込んでね、それでいろんなことが分かってきて、やっぱり今になってその自分が考えたことが他の実用的なことになってたっていうことも気づいたこともあったし、逆に新しいテクニックを考えたこともたくさんあると。ただ皮肉なことにやっぱりもともとアートとして靴を作ってたのだけれど、やっぱり興味を持ってくれた人々がファッションだったと。それがまあスタートみたいな。 He was probably the first pioneer to integrate sneakers or sports shoes with formal dress shoes. Was it because of your startingwith your collaboration with Puma, or you started before then? でも僕がやっぱり革靴を作り出し始めた時代からずっと、まあ、今にも限ってもみんな革靴においてどこのブランドも言うのはやっぱりクラフトマンシップであったりオーセンティックっていう言葉がやっぱりみんな言うと。で僕はやっぱりそれをやっぱりセールストークにしか聞こえなくなったと。ただやっぱり100年前のじゃあ職人さんが靴を作っている人々が実際オーセンティックであったり、まあ、ね、クラフトマン的なことは言ってたかもしれないけど、やっぱりそういう
伝統を継承するっていう言語だけに執着しなかったと思うと。彼らはイノベーターであり、新しいやっぱりものを作ってる自覚があるんじゃないかと思ったと。じゃあ革靴以外の世界を見ると、スニーカーの同じフットウェアっていう世界の中でも、彼らスニーカーの世界ではそういうことは言わないと。テクノロジーの進歩とともに靴も変わってくると。だから多分もし今の時代に本当の職人とか本当のそのものを作ろうとする人々がいるとすると、僕はスニーカーの世界にやっぱりそれがあるんじゃないかっていうので思って、やっぱり両方を知らなければいけないと。革靴の世界もスニーカーの世界も両方やっぱり熟知しないとこれからはダメだと思ったと。それで、まずスポーツブランドに電話したんだと。あの当時はコラボレーションという言語は実はなくて、1998年に連絡した。だからその時僕が靴のデザイナーだと。で革靴を作ってきたけどスニーカーを作りたいんだっていう連絡を してこういうことをやりたいと。実際にフリーランスのデザイナーではなくて、ちゃんと自分の名前の入ったプーマのあと一緒に何かを作ったものを発表していきたいと。 I still have the full range in my house. だからプーマとコラボレーションを始めたのが、多分例えばソウルから全て作ったのは多分僕が一番最初だと。わお、わお、わお。うん、美味しい。Very nice. When and where was your first time when you go overseas to show the world your creations? 多分2003年のミラノが最初だと。例えばずっと海外でショーをしたいとか実は本当に思ってなかったんだと。なんかすごくやらなきゃいけない状況に追い込まれたと。プーマの三原っていうのがすごく実は大ヒットしてしまったんだと。誰も三原康弘っていうのを理解できないと。今だとウェブサイトとかインターネットとか SNS ですぐ人間だって分かるんだけど、あの当時はプーマからレポートもらった時に愕然としたと。僕は女性になってたり食べ物だったりなんかいろんなある意味のない言葉であったり、いろんなそのデザイナーと思われてなかったと。最初は三原康弘じゃなくて三原康弘っていう書かれ方してた。でプーマからそう言われて、三原はねお前が思ってるよりひどいと、早く海外でコレクションするべきだと、出なければわからないと。みんなすごいストレンジシングスバット。だから最初は僕の海外でショーをやってる意味ってプーマの自分に勝つことだったんです。So, but now you call yourself Maison Miharu as a hero, right? And you have MMY is a new thing. Is that because of your Paris connection or? パリに事務所がその当時あって、でフランス人が2人スタッフにいたと。彼女たちはすごくフランス人だから僕らのブランドを発音できなかったと。ミハハミハミアハヤスイホって なってしまうと。フランス人で勝手に電話を出た時にメゾンミハハって言い出したと。Throughout your career up to now, is there any moments that you feel very bitter or sour or disappointed or something that influenced you
that was a key moment, a critical moment. まあもちろんさっきのプーマとの出会いっていうのは劇的な変化ではあったと。それは例えばあの当時の僕なんていうと本当に極東の日本のデザイナーであり世界的には全く知られてなかったと。だからその後にアディダスがステラ・マッカートニーとヨージ・ヤンモトとコラボして Y3 が生まれたりする中でもよくフランスの記事に書かれてたのは有名デザイナーを起用するアディダスと極東の無名デザイナーを起用したプーマっていう書かれ方をよくしてたと。That's not fair. That's unknown to the French only. それは面白いこと、結構面白いことで、ただやっぱり苦い思い出ではないけれど、心配なことは一つあると。今ってやっぱり正直、もともとファッションとスポーツっていう。もののこのコラボレーションというのに一つマーケットが生まれたことは、ね、僕も貢献したしいろんな今も変わらないと。ただある種の戦争みたいなもんなんだと。例えば大手のスニーカーブランドが例えばどっかのブランドとコラボしたと。そしたらまた違う次の日には違うデザイナーとコラボしたという他のブランドがね。で毎日のようにコラボだったりそういうスペシャルエディションみたいのがこう発表されていくと。だからある種マーケット新しいものを生み出したっていうことより新しいマーケットにこう飛びついたその中で起きている戦争が今存在していると。やっぱりすごくどん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 加速していってると。ただやっぱりその加速する先にやっぱり次は何があるのかっていうことはすごく心配すると。I can tell you, it's happening also in the food world, in the restaurant. Chefs are collaborating all the time to promote each other. で、僕はやっぱりコラボレーションってケミストリーだと思ってると、化学反応だと。だからそこから新しい何かが生まれることを僕はいつもやっぱり期待するんだと。コラボレーションというただブランドの名前が2つくっついているだけの商品に成り下がってしまってんじゃないかってたまに思う。だから中に見てて中にあ素晴らしいこのコラボレーションというのもいくつかあると。本当にでも本当だからナイキとオフホワイトのバージルのコラボは僕は素晴らしいと思ったと。すごくやっぱり正直むちゃくちゃ売れたから言うわけではなくデザイン的コンセプトがすごく綺麗だと。あれはやっぱり成功例だと。Sweetness, what does it mean to you in terms of food or your life? でやっぱりスイートだけは実は僕は科学だと思ってると。料理とは思ってないんだと。Would he consider himself as a more emotional Japanese designer or more avant-garde Japanese designer? ただ僕はすごく現実をいつも表現しようと思っていると。例えば本当にファンタジーを自分で作り出そうとは一度も思ったことはないと。ただ結果的に例えば本当にすごく現実を追求した結果それが勝手にファンタジーになることっていうのはよくあると。 What impressed me the most is that other than being a successful fashion designer, Miharu Yasuhiro is also a very artistic person. He often integrates various artistic ideas into the creation of his own brand, including his collaboration with Puma and his performance at Paris Fashion Week, which I look forward to his next fashion show.Tabasan, thank you very much. Thank you very much. Nice to meet you. Yeah, nice to meet you.
You have a beautiful restaurant. Thank you. Amazing artworks and very eclectic style. Thank you. I love it. So can you tell us more about Pavilion? Yeah, of course. ここパビリオンは、ラブとアートがテーマのレストランになってます。いろんな日本のアーティストの方にアートを作ってもらって、レストランのメインとしてはお肉がメインのレストランになっています。So you're basically a beef specialist. Beef specialist, yeah. Very good. I love it. And an art specialist. Yeah, of course.